はい、こんにちは。今日は自分ガゼットが好きなんですけど、まあジムでずっとイヤホンで聞いてて、ああかっこいいなと思って、で CD 持ってないのがあったんで、メルカリで売ってないかなと思って調べてる時に、洋服が出てきたんですよ。でこれなんかガゼットと関係あんのかなと思って、まあ見てみたら、どうやらそのボーカルのルキさんが、まあ、プロデュースしてるってことで、で見たんですけど、なんかそのプロデュースしてるからとか抜きに、ああすごいかっこいいなと思って、特にこの色自分の、持ってなくてかっこいいなと思って、で着用しているルキさんとか、インスタとかに載せてるこのニルのファンの女性の方しか着てなくて、自分172センチの平均身長なんですけど、日本人ので、その172センチの女性ってまずいないじゃないですか。まあ、最近多いですけどね、昔よりは。なの で体重が、平均をオーバーした72キロぐらいなんで、72、3キロかな。で、自分ぐらいの体格の人が、特に男の人が、まあ、ファンが女性が多いってことで、男の人が着てる画像が見当たらなかったんで、すごい困ったんですよね。で、まあそういう困った、今更なんですけどね、これ紹介するのもう出てしばらく経つでしょうけど、自分ちょっと周りにビジュアル系ファンで、しかももう39歳なんでいないんですよね。まずビジュアル系ファンっていうのがそもそも少なくて、でしかももうこの年だと皆さん結婚されてて、まあ、自分の自由な金がないと。で洋服も奥さん頼みで、ユニクロ頼みっていうのが結構多いんで、まあそもそも洋服気にしてる男が周りにいないんですよ。なので、まあ買うしかねえなと思って、まあフリーサイズじゃないですか、しかも。なので、まあちょっと買ってみて、いろいろ。で、そういう、もし、まあ20代の、まあもうほとんど持ってんのかな、ガゼット知ってる人だったら。20代の、まあ、平均身長の、で買うか買う前か悩んでる人、もしくは170以上の女性の人が来たらどうなのかなっていうのを、まあ、参考にしていただければいいなと。同じ気持ちの人が、買う前で同じ気持ちの人がいれば、ちょっと参考になればいいなと思って。でちなみにこれがユニクロの XL 半袖の、男の人、まあ、買ってる人多いと思うんですけど、これが XL で172センチでケツの半分ぐらいが出てるっていう状態ですね。だからこの自分が、まあ、片っ端から着ていくんで参考になればなと思います。じゃあまずパーカーから、これです。このパーカー結構生地が厚くなっててすごくいいですね。で着丈が70ぐらいで、 XL サイズこれぐらいで着れます。帽子は浅めです。自分頭でかいんで、それも一応言っときます。こっから上がでかいです。まあこんな感じで丈ちょうどいいですよね。でちょっとルキさんぐらいの160センチ台前半の人が着ると、まあちょっと丈長くてブカブカめで、まあ結構いい感じだと思います。これはすごい生地がいいですよね。なんか触ったことない生地、はい、これちょっと短いですよね、 XL より。でお尻こんな感じ、切り返し。で次黒、ブラックのこのタイプね、着てみます。これも生地いいな、これ。はい、こんな感じ。
です。俺も着丈同じぐらい。かっこいいですよね。おっさんの俺が着ても大丈夫。黒黒で合わせるで、次この色まだタグ外してません。これね、俺もなかなかないっすよ。これもかっこいいっすね、色が。普通夏だったらいいんじゃないですか、これ。はい、タトゥーこんな感じ。ね、シンプル。普通のガゼットファンじゃなくても全然着れますよね。はい、次。色はいいかな、もう。あとこのデザイン。これね。これは結構ペラペラです。ペラペラとか普通の T シャツ。今まで着てたのは真夏にはきついです。これは夏にいいんじゃないですかね。このタイプは。これちょっと普通の T シャツっぽくて。もうちょっと、丈が長いのがいいですよね。もうこれ夏にぴったり。これどうですか、これ。あとは、こっちかな。ロングスリーブ。こっちでいきます。もうね、ロングスリーブも出てて嬉しいです。これ、割と、やばい、見えちゃった。正体がバレちゃった。まあいいんだけど。これ。これ別にいいんじゃないですか ?170 後半からだとちょっときつくなってくるかもしれないですね。でも細い人だったら大丈夫。あんまり背が高すぎるのも服が似合わないですよね。で、開き直るしかないです。身長伸びなかった人は。身長高いとね、どうしてもね。これ次。ああ、これもいいっすね。いいでしょこれ。かっこいいよね、丈が長くて。全然女の子着ちゃったらマジでブッカブカになっちゃうんじゃないですかこれ。あとはないかな。あとはあとそれぐらいですね。あ、これだ、このシリーズ。これね、縫い付けてやるやつ。これは結構女の子っぽいっすよね。これもどうですか。これちょっと女性っぽいけど別に OK な気がしますね。細いズボンに合わせた方がいいかもしれないですね。あともう一つあったんだよな。これですね。これもさっきのと変わんないんじゃないですかね。はい、ちょっと乱れたんで帽子かぶります。もう冬の感じですねこれ。はい、あったかそう。これとさっきのやつはちょっとだけ肝みたいになってますね。これね。あとはなかったかな。あ、あとあれだ。これもあるわ。着とこう。ついてたから。これね、白のタイプ。白って汚れやすいんでね、あんま着たくないんですけど、道ではね。家ではいいんですけど。あ、家の方が汚いか。ゴロゴロするんで。ね、いや、これはい、白だと膨張色なんでちょっと大きく見える感じがしますね。で、あともう一つは、白のバージョン、これですね。これの白、これ夏にいいと思います。ほぼ T シャツは生地がいいんで
これはペラペラ、これはほんと真夏のやつ、インナーにこうエアリズムとか着て楽しむの。ちょっとこれきつく感じますね。これちょっと70キロだときつく感じます。次はあのガジェットとかビジュアル系の自分の遍歴とかも語っていきたいと思うんで、このニル・デュエ・ニル・アンの買いたい人のため の, あの数量限定なんで、数量限定じゃねえ、受注生産なんで、ちょっと買う、受注生産だったんで買うのに戸惑った人もいると思うんですけど、まあ、メルカリとかで、まあ、参考になって自分も受けれそうだなと思ったら、あの参考になれば幸いですと。じゃあ失礼します。